一緒に歩いてくれる人がいるとちょっと落ち着く。正直足が震えてうまく立てないの。帝宮様のご加護を。帝宮様のご加護を。どうやら礼儀というものを知っているようだ。中へ入るがいい。見て、扉の向こうに鏡がある。引っ張り込まれた時も同じ鏡があったような。その声、フォフォですか？こちらへ来てください。どういうこと？鏡の中から人の声が聞こえた。この声知ってる気がする。フォフォ、鏡の中にいるのですか？やっと見つけました。摂医様。水炎が得体の知れない力に飲み込まれてしまって、とにかく気をつけてください。私まだ県内粉さんを見つけられてないんです。どこに行ったのかわからなくて。まずはあなたたちをそこから出すのが先です。さあ、鏡を通ってこちらに来てください。ここは水炎の上空？おや、鏡がいっぱいだ。もしかして。その通りだ、小娘。この場所は絶えず変化してやがる。俺らの脱出を防ごうとしてるんだろうな。でもきっとこの鏡の中に脱出できる出口があるんだよね。みんなで一つ一つ見てみよう。